頼んだよ。ちょっといいかい。よろしく頼む。上流様。上流。上流。そうだ。いや。Yeah.
バンド。上流様、え、おい、おう、はっ！
上流。おう、大きにな。よう来たな、大きに。上流、どれにするん？上流、せやね。うん。あんな？ええ。Yeah!
徹底攻撃。ったく時間食っちまった。ああ。なんでや。ふざけんなよ。なんでや。ああ。一度寺に戻りましょう。よろしいですか。ああ、もうやることは全部済んでる。さすがですね。では大阪ともしばしのお別れです。渡瀬の出所を待ちましょう。
酒が食い取った量とちゃう。ええー、からあるだけ持ってこいや。色つけて腹たるわ。おお、鶴の葉、久しぶりやの。あんたも忙しそうやないか。まあなあ、明日になったらやっと肩の荷下ろせるわ。そうか、頭が戻ったらいよいよ会長も後目譲るやろ。明日の出所祝いはその景気づけや。渡瀬組が忙しになるんはむしろそっからちゃうか。確かにせやな。けど頭の襲名を一番喜ぶはずやったんは西谷会長や。それが今時勝ち込みでやられた上に上流とかいう犯人も見つからん。ほんま何があったんや。うちでも調べとります。俺も世話になった会長殺されて腹渡にゆっくり返っとる。世話になった、お前がかいな。なんでか、なんやおかしなこと言いましたか俺。まあある意味可愛がられとったもんなお前。西谷会長にじっくりなぶられながらごつなったんやろ。身も心も奴隷にされとったんやな。あの人は関西極道の鏡です。可愛がられて光栄でした。ふん、西谷会長のことは親父も胸痛めとるはずや。明日は明るい出迎えたってくれ。言われんでも分かっとるわい。ほなな。同じ近江の門に嘘つくっちゅんは胸が痛めますね。そんな余裕あるかい。こっちも命がけや。あいつなんか解散宣言聞かされて真っ先にブチ切れよるやつやで。ほんま明日は誰が何しおるかまるで見えん。久々にヒリヒリしますわ。桐生さんはどないしてる。まだ大道寺一般とこです。これから大阪来るはずで。明日いよいよですね桐生さん。座禅中なんだがな。ええ、ではお構いなく。いいさ、いつでもどこでもできんのが座禅のいいとこだ。大道寺にとって極道の解散は言ってみればどうでもいいことでした。しかし今になって風向きが変わってきたようです。ん？あなたはご存知かどうか、青木亮という都知事が荻窪先生を追い落とし、後釜として民事党の幹事長になりました。彼こそが表の政治と裏の謀略で近江や東条会に首輪をはめる権力者です。若くしてず抜けた力を握ろうとしています。それは大道寺一派にとっても目障りこの上ない。でも明日突然近江連合が解散すれば青木には深刻なダメージでしょう。つまり？あなたのしている仕事は一派にとっても有益ということです。加えて渡瀬組から受け取った500億の資産。ただ飯食いと言われたあなたが誰よりも大道寺に貢献している。そうやって金で手のひら返してると安く見られるぞ。命を救われた恩もある。ま、それは私の個人的な話ですが。どうした？今日は嫌にしようらしいな。部下との密なコミュニケーションは組織運営の基本です。勉強になるよ。まあそんなわけで今の仕事が済んだら少しのんびりしてくるといいでしょう。私から上の者にあなたへの褒美をねだっておきます。褒美？ここにこもりっぱなしでは息も詰まります。休暇で一人旅なんてどうです？いい気分転換になりますよ。沖縄や神室町はさすがに避けていただきますが、なるべく
ご希望に沿います。はあ、一人旅か。普段はあまり頭にないかもしれません。でも改めて考えれば、一つくらいどこか行きたい場所はあるでしょう。そういや、いつかハワイに行きたいと思ってた。何か思い入れでも？ユミが言ってたんだ。結婚式といえばハワイでしょって。何かのバカ話の時にポロッとな。ユミというのは沢村ユミさんですね。沢村遥の母親。あなたにとっては最愛の女性。ナナアラヒル記念協会。ん？ひまわりという片田舎の養護施設で育ち、夜の街に生きた由美が憧れた場所だ。その教会がハワイに？だから俺は死ぬまでに一度この国から出て、こいつをその場所に届けてやりたいと思っていた。俺が唯一ユミに贈ることができたプレゼントだ。キリュウさんにそんな素敵な思いがあるとは知りませんでした。花は？はい。余計なお世話だ。確かに私の悪い癖です。アイスとは結婚を約束していたわけでもね。若い頃俺はずっと思いを伝えられずにいた。やっと口にできたのはあいつの死に際だったんだ。キリオさん。やっぱり今のは忘れてくれ。ハワイってのもたまたま思い出しただけだ。それにまずは明日を乗り切らねえとな。オウミの極道たちを前にいきなり解散を切り出すんだ。何が起きるか分かんねえ。ハワイや旅行先でなくてもいいんです。他に何か欲しいものがあれば何でも。俺は自分の人生も名前も消した男だ。欲しいものは何もねえ。もしあったとしてもあんたに用意できるもんじゃねえ。実を言えばあなたが望むものは分かっています。しかし沖縄の子供たちと会わせることだけはできません。ああ、よく分かってる。来はった。お前も来ていたのか、鶴野。ええ、あんたをお待ちしとったんです。こちらの暇人が上流来るまで待ちたい言うて急に来てな。うちは忙しいっちゅうのにほんま迷惑やったわ。わあ、わあったわあった。うっさい女やの。どうした、何があった？ええ、大したことやないんですが、明日の話です。もろもろ説明しとこう思うて。せやけどここじゃなんですから。
明日親父とは蒼天堀の外れにある建築現場で待ち合わせです。親父は無所出たその足で来ますんで、バシッとスーツに着替えてもろうてから近江連合の本部へ向かいます。渡瀬は俺が来ると知ってんのか。ええ、弁護士づてですが、親父にはあんたのことを何もかも知らせとる。俺らが西谷やった時、あんたが居合わせとったことも。そうか、その説は騙すような真似してすいませんでした。お前が説明したい話ってのはそっちか。後悔してるわけやない。やり直せたとしても俺はやっぱり西谷を殺します。ただ騙し討ちであんたに手汚させといて、あいつは殺すべきクズやった、自分は正しかった言うて詫びも入れんのは、それはあかんと思い直しました。明日をもって俺は何の肩書きもない元ヤクザや。そんなもんに頭下げられたとこであんたにええことは何もあらへん。せやけどほんまにすんませんでした。極道として生きてきたのは俺もお前と同じだ。すんませんじゃ済まないことだらけ。お前だって今本気で許されると思って頭下げてるわけじゃねえだろ。お互いやっちまったことはこの先の人生で背負ってくしかねえ。大宮東上会を解散させたとこでそれは同じだ。要するにそれはお許しいただけへんということで。もういいから頭を上げてくれ。分かった。いえ、許すと言ってくれはるまで俺のこんな頭ずっと下げとったらええんです。じゃあ許す。ほんまでっか。で、話はそれだけか。いえ、一つだけやけど、ええニュースもあります。ん？さっき近江連合の本部に侵入者が現れました。その一人が元東上会の春日一番って男で、桐生さんご存知でっか。最近18年ぶりに無所を出てきたんです。うっすら聞いた記憶はある。18年前は俺も檻の中にいたんだな。別の無所だったが、それより春日はなんでオウムに侵入を。春日はもともと荒川真澄の子分でした。それが出所後浦島太郎をよろしくカムロ町に戻って、そこで荒川に撃たれたんです。なんだと。その時荒川は近江連合に対して東上界の裏切り者を演じ取ったとこでした。芝居を続けるには元東上界の子分を容赦なく撃つ必要があった。それにそうせな春日は他の近江に殺される可能性が高かったんです。だから荒川はギリギリ殺さんように春日を救うために撃った。大した離れ技じゃねえか。春日はその後荒川の真意やら解散計画のことやら全部知りました。で、おやすさんと慕う荒川の呼びかけに応じて大阪へ出てきたっちゅうわけです。明日解散宣言の時も俺らと一緒に備えてくれる。戦力として期待できんのか。真島五郎と西島大河相手に互角やったそうです。もちろん春日はもう何人か仲間連れてましたけど。そいつは確かにいいニュースだ。明日うちの親父が解散切り出した時、はっきりどうなるか読めません。信用できるもんはほんの数人。せやけど
親父と東条会の六代目はその場の近江全員に宣戦布告する覚悟です。二人を守りきって解散を遂行するのが俺らの仕事や。はあ、いざって時は俺もあいつらの盾になる。その用心棒代込みの500億だったんだろ。恐れ入ります。ほな桐生さんも明日に備えてゆっくり休んでください。どれにするん？お待ちしておりました。親父も時期到着です。今出所してこっちに向かってますわ。用が用なら盛大に迎えるとこやけど、無所での出迎えは禁じられてます。それは近江連合若頭でも同じことで。ああ承知してる。せやった。あんたも10年食らってはったな、親殺しの罪で。これから近江ぶっ壊そういう俺らも似たようなもんやけど。なんや宍戸、急におじけづいたか。長年あった極道の組織と歴史を俺らだけで幕引こ言うんです。頭は緊張せえへんのでっか。しとるかもしれんけど、もう腹は決まっとるからな。お前気ぃつけろや。親父の前でそんなくだらんこと言うんちゃうぞ。へい。おかえりなさい。おう、お勤め、おやじ、ご苦労様でした。おやじ、おやじ、おやじ、お前らもご苦労やったの。おかわりありませんな、おやじ。おかえりなさい。鶴野、宍戸、ようやったな。死んだはずの竜を生き返らせたんや。大変やったやろ。超手こずりましたけど、元手が500億あったもんで、大道寺の首輪もかなり緩くなりました。よう来てくれたな、キリオン。お互いややこしい立場になったもんや。あんた探すのにどんだけ銭つこたか。だって早々金の話とはな。昔はもっと夢のある男だった。死人に化け取った男がどの口で言うとるんや。大体最初から無理やったんとちゃうか。死体も身内に堂島の竜が死んだ言われて誰が真に受けんねん。んなもんアホだけや。お前以外はみんな騙せていた。本気でそう思うとるんやったらあんたも大概やな。しゃあけどその話はもうええ。今日はあんた抜きではやれん一大事がある。極道終焉の日や。ああ思い切った手に出たもんだ。お前も大吾もわしらが思い切ったんとちゃう。時代がわしらを追い詰めたんや。政治家や警察の皆様がとうとう法律でわしらを人間扱いせんでもええようにしてくれはった。この先極道は組織ごとお上の言いなりになるか、地下に潜ってマフィアになるかや。そうらしいな。
今やったらまだ第三の選択肢を用意できる。組を解散して新しい受け皿でできる限り多くの国土を救い上げる。これが遅れれば遅れるほどわしらにできることはなくなってくんね。ほんでより多くの国土を路頭に迷わせることになる。それが正しい判断かどうか正直俺には分からねえし、口を出す資格もねえ。だがお前らが命張ってやろうとしてることだ。手を重ねる理由を思いつけなかった。あんたも大道寺のリスク背負ってきてくれてることは聞いとる。それでも近江連合と登場かい。この二大組織に引導を渡すには伝説の極道たちが必要や。今日は頼むで、キリハン。親父、解散届はお持ちで。歴史的な瞬間です。解散届持って決めのポーズくれませんか。おい、アホなこと抜かすな。ええー、やないですか。今時は何でも記録に残すんです。ねえ、キリュウさん。おい、やめろや。ええ加減にせ。死んだはずの東条会元四代目と結託した近江連合若頭、組を裏切り近江連合の解散を画策。その懐には今警察への解散届が入っとる。なるほどな。お前は解散に反対っちゅうわけか。獅子の近江の人間がこの動画見てもうたら誰かてお前らぶっ殺すわ。そんで俺は裏切り者暴き出した英雄になれる。なんやと。とりあえず渡せ組はいただいとこう。もう根回しも済んどるんで。なんやお前ら。組長も頭も反逆者やった。そらみんなアホらしなるわ。あんたは親父らに尻尾振んのに夢中で下のもんが見えとらんかったな。要は器が小さいいうことです。お前は違うってな。部をわきまえて一歩一歩行きますわ。まずは組長から始めて、ゆくゆくは近江の跡目。大きく出やがったな。生まれが悪いもんで俺はチャンスと見たら命張るも惜しないんや。今日まで2年ずっと待っとった。近江解散の陰謀を暴くこの決定的瞬間をな。そんな前から裏切っとったんか。ドアホ、先に裏切ったんはお前らやろか。おお、俺だ。寂しかったろ。にしたに桐生一馬に渡瀬勝、お前らクソ虫だよ。裏切り者の老いぼれども。あんたはなんで生きとるんや。西谷会長。西谷会長を殺したんは俺やったでしょ。桐生さんはその現場におったが俺の背中越しにしか見とらんかった。血のりが出るおもちゃで刺すふりしとっただけや。ちゃんとすぐそばまで救出チームを来させとった。全部計算づくや。お前らの悪巧みもここまでやな。なんでや獅子堂、お前も西谷を恨んどったやないか。せやのになんで。
おっしゃる通り、俺は西谷会長にずっと命握られて何年も地獄を味わわされてきた。そこに手差し出して拾ってくれたんはあんたや、頭。その恩をあだで返すんか。ガキンコロ、ゴミクズ同然やった俺が今じゃ肩で風切って街歩いとる。ずっと憧れよった眩しい夜を生きとるんやで。強い側に立って初めて分かった、力と恐怖で人を支配するっちゅうのはこんな気持ちいいもんなんやな。お前、俺が食う飯、着る服、抱く女、あんたはそれを俺にくれたったと思うとるかもしれん。ああちゃうで。何年もかけてどん底から這い上がったんはこの俺や。あんたは最後にほんの少し手差し出しただけ。どえらい勘違い男のあんたにアコで使われて何遍ぶっ殺そう思ったかわからんで、我ながらよう我慢できたもんや。あんたに借りなんぞない。俺が手にしたもんは全部この俺が自分の力で勝ち取ったもんや。それをなんや、国をなくすやと、オウム連合を解散させる、アホ抜かせ、頭湧いとるのか腰抜けか、シシド。せやけどお前らの陰謀騒ぎ立てたところで何の証拠もない。時が来るまで泳がしとくことにした。さらに証拠掴んだとして一人で近江を塗り替えれる思うほど俺もアホちゃう。ちゃんとその後の絵描いてみせな。誰もついてこんやろ。鬼人会を後ろ盾にしたらみんな解決や。この間火事場で助け出した西谷会長に俺は手の内全部晒した。桐生一馬の生存、近江連合と東条会の解散計画、驚愕の裏切り、許しがたい陰謀だよ。だろ渡瀬の兄貴。昔はあんた人言派のでってことも気にせず俺を認めてくれたじゃない。極道は力さえありゃそれが全てだって。口だけじゃなく手本も見せてくれた。あんたを本物の男だと信じたから代わりに手汚すのだって構わなかったんじゃねえか。あんたが任侠の善玉みたいな顔してられんのは誰のおかげだよ。なのにこの俺を解散の邪魔だ、殺せ、始末しろときた。耳を疑っちまうよな。ちゃう、あんたを殺すっちゅうのは俺が言い出したことや。黙ってろ鶴野、言い訳にもならねえんだよそんなもん。俺のことも近江のことも渡瀬の兄貴は裏切った。俺らがそれでどんだけ傷ついたと思うなあ。それに引き換えシシド、お前はマジで大手柄だ。愛してるぜ。あんたらがいらんいう近江の組織は俺らが丸ごといただいたる。そのためになら憎い相手だろうと喜んで尻尾振るってわけだ。おうよ、そこまでやったから今この状況がある。正直に言う礼儀には、この状況は想定外や。相手は渡瀬組と鬼人会の連合軍、こんなありがや。今日一番の山場が来るのは近江の本部は戻った。ああ、俺もそのつもりだった。だから
もしあんたが無所で体なまらせていたんなら、多分俺らはここまでだ。わしゃ今日という日に備えとったやで。なまっとるわけないやろが。あんたこそ年食って錆びついとらんやろな。いいだろう、少し希望が出てきた。お前はどうだ、鶴野。はどうって、あんたらレジェンドとトリオで喧嘩できるんや。さっきからチータギってしやがれ。上出来だ、獅子堂。長いこと念入りに計画を進めてきたらしいな。だが随分でかい穴がある。あ？ここで俺らを始末できなかった場合はどうなる？その時は何もかもご破産じゃねえのか。本当にここにいるお前らだけで俺たちを止められるのか？おもろいな。また動画撮っとけ。近江連合全員に俺らのお手柄見せな。ええ。老害どもはまとめて始末したる。今ここが新生近江連合の幕開けや。ぶち殺したれ。しゃあ。奴らは何とかする。持ちこたえてくれ。うわっ！
こんなアホなことあるかい。おかげでいい肩慣らしになった。悪いが俺らの本番はこの後なんでな。まだ終わっとらんやろが。おめえ、せっかくのスクープをすまんな。殺したかったのはあんただよ。わしもお前やったらそう考える。お前に殺されるんやったらしゃあない。あんたのそういうとこが好きだった。なんで裏切った。なんでだ渡せ。悪いな、マジ今日は死ねんのや。ザクラ、まだ嫌がったのか。あなた方のピンチかと思い切ってアクセルを踏んだんですが、少し過剰防衛でしたかね。花、なんでここに。うちもおるで。最近はうちでも赤目さんから蒼天堀の情報を仕入れてましてね。彼女は大したものです。この町一帯に目と耳を張り巡らせている。すると今日、死んだはずの西谷らしき人物が目撃されたと。ほんのついさっきな。それで余計なお世話かとも思いつつ様子を見に来たんです。手ぶらじゃなんなのでリムジンをお持ちしました。近江の若頭を乗せるならこれくらいのグレードでないと。スーツの替えもあるで、上流。あんた血まみれやんか。えらい気の利く味方がおるんやな。俺も驚いてるよ。親父の着替えもここにありますぜ。どうやら腹痛い言うて休んどる暇はなさそうやな。ああ、言ってなかったか。ここからが本番なんだぜ。分かっとるわ。ちょっとしみるかもしれんけど、見た目だけでも傷隠さな。これから近江を解散しよういうのにカッコつかへんやろ。自分とこの飼い犬にめっちゃ噛まれてましたって。痛いとこついてくんな、姉ちゃん。返す言葉もあらへんわ。お腹は血止めただけやからな。せいぜい動かんようにしとき。くそ、いった。あなたは休んでいるしかなさそうですね、鶴野さん。歩くのも辛いようではどうしようもないでしょう。アホ抜かせ。親父は腹まで刺されとるんやで。それに今日のために準備重ねてきたんはこの俺や。これからって時に外されてたまるかい。まったく、なんでそこまで上のために体を張れるのか。極道というのは気が知れません。こいつは今時珍しいタイプだがな。それより西谷はどうする。ご心配なく、すぐ大道寺の者が回収に来ます。
我々はぼちぼちここを出るとしましょう。みんなお待ちどうさん、渡瀬さんの傷隠しメイク完了や。もう近江の本部行ってええよ。うちはここでお見送りや。お、上流、何？あんたに初めて会った時はここまで世話になると思ってなかった。ありがとな、赤目。改めて礼を言う。なんや、そんなもんこれきり最後のお別れみたいやんか。そうだな、少し固く言いすぎた。戻ったらまた上流に仕事用意しとくさかい。そん時はしっかり頼むで。ああ。